はじめまして、萌えです。この度 YouTube チャンネルを開設しました。このチャンネルではアイドルが1年間でムエタイのプロライセンスを取得できるか挑戦します。私は現在チューズという8人組のアイドルグループで活動している一人なんですけど、ダンスが得意で他に何か自分の武器になるものを欲しいなと思いまして、格闘技が好きだったので、もともと格闘技に挑戦したいなと思って始めました。初めての練習行ってきたので、その風景を動画に収めましたので見ていただけたら嬉しいです。どうぞ。疲れます。腕が普通に暮らしてる3分と体感が全然違う。難しいんや。けん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 、ちょっとしかない。手首で回したら狭くした方がやりやすい。ミランド終わりました。めっちゃ重くて引っかかっちゃって、はい、腕が全然回して、頑張ります。 OK です。スタートです。頑張りましょう。やっぱ意外と普通の女性やと、はい、まあ、これも大変だと。そうですね。しかも重いんで、最初あの軽いのでやってるんですけど、うんうんうん、あれだと短いかなと思ったんで長いのにしたんですけど、うん、腕とか普通にきつくなっちゃってスタミナも、なんで全然すごいと思います。縄跳びをやる理由って一体何なんですか？リズムとかあるんで、あとステップにも足のつま先でこう使うんで、うんうん、こうやって飛んでるとここですぐ動けるようになって、あーなるほど。そういうので瞬発力とかリズム感だろう。だからみんなかかとつけてないですね。持久力とかも同じなんで、3分間ずっと同じことばっかりやってる、うん、だから同じ3分なんですね。ラスト30秒。結構疲れます。結構疲れます。ライブと違った疲れる感じ。腕ももうすごい、ここが重たくて今めっちゃ軽いです。これが基本的な構え。力入れなくていいんで、もっとリラックスして。前行く時は今前上下持ってるんですけど、前で、この時に前行った時に後ろ足引きつけてくる時に狭くなっちゃったり広すぎちゃったりしないで、この頭のまんま前行って、前後ろ行く時は後ろ足前、じゃあもう一回前、後ろ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 で、グーとかはそこの穴が開いてるんで、これがジョブです。次はジャムという一番大事なパターンですけど、左手のパターンですけど、パッチする時は拳を真横にして、横だったら縦だったら横にして、相手の顎にパッチ、自分の顎にパッチしたら、ジャンプ、ジャンプ、そう、ジャンプ、そう、ジャンプ。で、この時に拳を交換しちゃうとグリってなっちゃうから、でまっすぐで、パンチ打つ時はこの手2つを当てるようにしてから、こっちのジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。じゃあ次はさっき前に出ながらやった、前に出ながらやった、この時も肩幅のまんまジャンプ、ジャンプ。試合で見るように結構1年1年しかないんだからね。ジャンプ、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 ジ
ストレートは右のパンチです。でさっきはジャンプ少し肩が上がってたんですけど、ストレートの時は体も足、構えてる時は左肩が前に出るんですけど、ストレートの時は左肩より右肩が前に出る。体をシュート回して、そのままパンチ合わせて、ここ上がっちゃってると、手から、そうで、これで相手なんです。で、今、こっちにこう流れてる。なんで、こっちの拳を当てたいんで、そう。で、その時にこう上がらないように。上がらないように、そう。そう。で、こっちが上がる。そう。まあ、こう。構えてて、それ。まあ、こう。ワン、ツー、こう戻す。ワン、ツー、こう戻す。ジャンプで、それの時に体、こう戻す。で、今、体、こっちに行っちゃったから。そうそう、まっすぐ、そう。で、もう一回戻す。ジャンプ止めて、スクラッチジャンプ戻ってそのまんまの高さで体だけずっとずっとずっと。じゃあ次は前に行きながらずっとワン、ツー、ワンで前足を出します。ワンでストレートの時に持ってくる。そうです。ワン、ツー、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 右足蹴るときは右手を後ろに蹴ります。左足蹴るときは左手を後ろに蹴ります。左側に蹴ガードは、左手はガードなんで踏み込んで、あと足上げる場所なんですけど、足の甲の真ん中から滑の真ん中のここら辺は水面で、自分の足が包丁だとしたら相手の体をこう輪切りするような感じ、斜めじゃなくて輪切りするような感じで蹴ってください。踏み込んでこのまままっすぐ出たら、まっすぐな状態でこう蹴っていく。こう出るときに膝がこう曲がったまま出て、こう伸ばすんじゃなくて、こう出た状態からまっすぐで、まっすぐな状態で蹴ってください。でシャドウのときは蹴ったら戻れてなくて、こっちまで振り切っちゃう。で、踏み込んだときに、まあ、曲がってるじゃないですか。蹴ると同時にまっすぐにしてください。で、そのまま行ったら、ね、そうです。で、これは蹴るときにこう曲がってるとバランスを取ってるので、渡って足とかかくからこのガードがまっすぐになる感じで蹴ってください。なんでまっすぐ踏み込んでいけないかっていうと、踏み込んだときにまっすぐ踏み込むと足がここで突っ張っちゃって回らなくなっちゃうんです。こうやなんで斜めに踏み込んでもらって、ちゃんと回るように、そうです。斜めに踏み込んで、バン、そうです。そしたらつま先向こうです。そうです。で、ガード取る。で、蹴る。これが当たった時の一番綺麗な形なんで、これを当てるときに、このまま持って蹴るしかない。で、このまま。これがついてるみたいな。めちゃくちゃになっちゃう。全部使うから難しくなりました。難しい。バックで出たまま体前に残ってるのに、こうやって蹴っちゃうとバランス悪くなっちゃうんで、ワン、ツー、戻して、ワン、ツー、ワン、ツー、戻して、そう、ワン、ツー、ワン、ツー、戻して、で、この時も戻った後もワン、ツー、戻して、斜め前に立つ、ワン、ツー、ワン、ツー、戻って、そう、ナイス、はい、ツー、ツー、ワン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 ちょっとあの僕途中であの会長とミーティングしてたんでちょっとあれやったんですけど、いや難しい、形がすごい難しいのと、体の使い方、筋肉痛なるんですか今日。なりそう。いろんな筋肉使ってるから。ちなみに本日の先生は
ちは。くんが教えてくれるないよ。ちなみに初格闘技やったんですけど、はい、センスどうですか。いやでもやっぱ趣味とかで見てるのが好きっつってたんで、うん、多分想像が簡単に初めての人ができてたんで、僕的にはすごい初めてのあれが良かったかなと思います。ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、初めての練習だったんですけど、もうすごい体の使い方とか動きとか筋肉の動かすところがダンスと全然違って、めっちゃ難しくて、でもなんか、あ、自分に合ってるのかなとか思ったりして、だからしっかり練習に行って、自分を磨いて、1年間でプロに、なりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。